ではミニクラブマンですね、見ていきたいと思います。まずは外装からですね、フロント周り、この樹脂部分のところですね、軽くこうちょっと擦ってるような跡はあります。あとはこの下覗くとですね、ちょっとこう擦ったかなっていうような跡はありますけど、まあ上から見たらね、そんなに気になるような感じではないですね。でバンパー周りなんかはこんな感じで結構黒光りしていて綺麗な感じです。でリップ部分、まあこちらも下から見るとちょっとこう擦ったかなっていうような跡が、見受けられる感じです。こんな感じですね。まあここら辺も同じくっていう感じですかね。でヘッドライトね、非常にクリアでクリクリっとしてますね。続いてボンネット、へこんでるところとかは特になさそうですね。でまあこういうちっちゃいこう飛び石傷、タッチアップしたような跡っていうのはありますけれども、まあ、全体的にはこんな感じでかなり綺麗な状態です。こんな感じですね。で、左の側面ですけれども、こちらも綺麗ですね。こんな感じになってますね。で、ホイール、純正のホイールですね。でちょっとこの辺りにですね、ガリ傷がいくつかあるかなっていうような、こんな感じですね。で、タイヤの溝はまだね残ってますね。はい。でドアミラーはですね、ここちょっと削っちゃったかなっていう感じですかね。で助手席側のドア、すごい黒光りしていて、映り込みがすごいですね。で傷がここですね、ちょっとこんな感じで傷が入ってますね。まあでもすごい綺麗な状態ですね。こんな感じです。で左の、リアホイール、こちらは特にガリ傷らしいガリ傷はないですね。でタイヤの溝も結構、残っております。で側面のへこみですけれども、特にそうですね、なさそうですね。はい。では続いてリアバンパー、ハッチ周りを見ていきたいと思いますけれども、まずはリアバンパーからですね。ここちょっと傷があってポコってなってます。あとはこのバンパー、荷物の出し入れの時にちょっとこう擦っちゃったかなっていうような、薄い線傷、これはねちょっとついてますね。こんな感じになっております。でハッチの方は特に気になるようなところはないかな。ここですね、ここちょっとガリッとしちゃってますかね。はい。続いて右側面見ていきます。ここちっちゃいですけど飛び石傷みたいなのがありますね。こんな感じです。で、右リアのホイール、こちらはまあここにちょっとガリ傷あるかなっていうぐらいですね。はい。で右側の、ドア周り、すごいうっすらですけどね、この辺ちょっと線傷がありますかね。まあでも全体的にはかなり綺麗な状態じゃないですかね。こんな感じになってますね。で右フロントの、ホイールですけれども、こちら側もねちょっとこの辺りガリ傷が多めについてるかなっていう感じです。で右側のドアミラーは、
うっすらの傷はありますけども、まあ、綺麗な状態ですね。で右側面の、へこみ、これは特に見当たらなそうですかね。そうですね。で、最後にルーフです。ルーフも結構ね、ツヤがあって綺麗ですね。特にへこんでるところとかも見当たらなく、こんな感じで、まあ、傷とかも特に見当たらないですね。はい、こんな感じのまずはね、外装になっております。じゃあそのまま続いて内装を見ていきたいと思います。まずはドアトリム周りですね。綺麗ですね。特に気になるような傷とかも見当たらない感じです。これのスカーフプレート周りも綺麗ですね。そしてやっぱクラブマンなんでね、ここの開口部がね非常に広くて、これね乗り降りしやすいでしょうね。足元なんかもこんな感じで綺麗な状態です。で、運転席のシート、特にまあ擦れてる破れてるとか、そういうのもなく綺麗ですね。助手席側もこんな感じで綺麗な状態です。でハンドルの擦れとかこういうのもですね、まあ特に見当たらないかな、見当たらないですね。で、ダッシュボード上は、ポータブルのナビがですね、装着されている感じで、まあダッシュボード周りもねそんなに目立つような傷もないですし、なんかこんな感じで、で ETC 車載機こちらに、ついております。はい。でメーター周りなんかはパネル類も結構綺麗な感じですかね。シフトブーツ周りも綺麗ですね。こんな感じになってます。でここはちょっとね薄くなってますね。よいしょ、こんな感じで開きますので、はい、ちょっとエンジンかけてみましょうか。もうかかりなんかもね非常にスムーズでいいですね。で、ナビの方はこんな感じで表示されております。こんな感じですね。エアコンもねちゃんとついて、よいしょ、パワーウィンドウ、こっち側もこんな感じでね、大丈夫ですね。で、ちょっと吹かしてみましょうか。うん。まあまあ、吹き上がりの方も特段問題ない感じですね。はい。よいしょ。続いて、リアシートですね。よいしょ。まずは後ろのドアトリム周り、そしてよいしょ。
まあでもリアのシートも綺麗ですね。こんな感じで、まあ、特段気になるようなところもないかなっていう感じですね。でこんな感じで開きます。でよいしょ、このね観音開きの、トランク、トリム類も綺麗ですし、まあ、荷室もこんな感じになってます。で、トノパカバー付きですね。よいしょ。そして助手席側、助手席のドアトリムも綺麗ですね。まあ若干の料理の時にちょっとくっついたかなっていうの傷が少しあるぐらいな感じですね。でスカフプレート周りもこんな感じになってます。よいしょ。ちょっとシートを、はい、よいしょ。あ、そっかそっか、こっち側は開かないのか。ここでこっち側は、あ、バコンという感じですね。はい、こんな感じです。まあ、内装もなかなか綺麗な状態ですね。はい、以上内装でした。では続いてエンジンルームを見ていきたいと思います。はい、出かけてみました。まあ特に変な音もしてないですね。通常よくあるミニのエンジン音という感じです。こんな感じですね。はい、こんな感じのエンジンルームになっております。はい、それではミニクラブマンクーパー S ですね。試乗インプレッション行ってみたいと思います。走行距離はですね、62,700キロという感じです。出だしから非常にスムーズですね。あとブレーキの効きが非常にいいですね。しっかりと剛性感があって止まってくれる感じ。このブレーキはね結構安心できるんじゃないですかね。うん、エンジンも滑らかですね。6万キロ走ってきてますけども、特段なんかこうエンジン周りから変な音してるとか、なんか加速が鈍いとかそういう感じはね全然ないですね。そして乗り心地もね非常にいいです。ミニらしいこうなんていうんですかね、あのしっかりした感じっていうのはねやっぱりこのクラブマンでもありますね。で今エアコンもつけてますけども、まあ、特段ここら辺も問題なしという感じですね。で、まあ、ナビはあのこのポータブルタイプの、ついてますので、まあ、ミニはねちょうどいいですよね、これぐらいのサイズはね。ちょっと踏み込んでみましょう。おお。さすがはクーパー S、 速いですね。踏み込むとなかなかいい速さで、マニュアルモード付きですね。これでマニュアルモードになったかな。
程度でもこのマニュアルモードでも自動で操作をしてくれますね。で、このここでもですね、プラスマイナスで、シフトチェンジができる感じで、ここにですね、今ギア何速ですよっていうのが出てますね。うん、これでもね、十分こうなんかスポーツ走行っていうとあれですけど、なんかね、こう走りも楽しめる、そんな感じですね。まあ特に何か変な音してるとか、そういうのもないです。で、まあ警告灯がなんかついてるとかそういうのもないので、特段、そうですね、違和感あるかなっていうところはなさそうですね。はい、以上、ミニクラブマンの試乗インプレッションでした。